どうも、ケイシーチャンネルのケイシーです。本日はサムネにある通り、こちらをやっていきたいと思います。はい、というわけで、こちら、呪術廻戦ウェハース、全部5つですね、開封していきたいと思います。15種類中20種類、カードは集まっております。で、残り5種類集まってないんですが、それは今多分画面に表示しているこちらですね。こちらの5種類が出ておりません。はい、というわけで早速5個開けていきたいと思います。ではまず1つ目からいきます。はい、ではいきたいと思います。いきます。はい、いきます。せーの、はい。お、あーっと、これは持ってますね。持ってる SP の伏黒くんが出ました。あ、でもラブリとはいえ SP は嬉しいですね。はい、では2つ目いきます。はい、ではどんどんいきましょう。いきます。せーの、はい。わーっと、お、2つ目も SP ですね。はい、 SP の板取りと五条先生、これもダブリです。でも SP がこれ2つ出ちゃうとなかなかもう残りから SP が出ない可能性が高いので、ちょっと厳しいですね。いきます。せーの、3拍目。はい、わーっと、スクナですね。ほい、スクナ出ました。はい、4拍目。はい、いきます。せーの、はい。あー、トゲくん、トゲ先輩は無限回収なんで嬉しいです。ありがとうございます。はい、というわけでもうラストになってしまいました。5個目当てていきたいと思います。せめてですね、1種類だけでも持ってないカードが欲しかったんですが、どうでしょうか。いきます。5種類5パック目。せーの、はい。はい、というわけでスクナがダブりました。はい、というわけで今回5パック開封して結果はこのようになりました。はい、 SP の伏黒めぐみ、はい、 SP の虎杖悠仁、五条悟、そして、こちらレアですかね。レアのスクナーが2枚と、こちらもレアですね。レアの、トゲ先輩犬巻トゲが1枚。というわけで今回この5枚でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。